よかった。まだ生きていて。許されるか、貴様のような存在。許す。許しなんて怖ない。私が裁く。すべて変えてみせる。あなたで変わるといいんだけど。もしあなたじゃなければ、次は。死ねるか、こんな場所で。次は彼ね。俺には帰る場所はあるんだ。帰る。すぐになくなるわよ。そんなもの。うお。1939年、ドイツ第三帝国の総統は極東軍司令部カロッゾ・トックビルに満州への侵攻を命じる。 MA と呼ばれる新型機構兵器の投入と電撃戦により、大陸の日本軍とその傀儡軍はわずか数週間で壊滅した。やがて満州全土を制圧したカロッゾは、この地に自らを総統とする第7の大陸の軍隊セブンス創設。そして1941年、セブンス軍率いるカロッツは日本本土への攻撃を開始する。迫りつつある敗戦という名の終焉、我々はそれに抗う術を持っていなかった。しかしそれから3年、歴史は大きく変革を始めることになる。そう、彼女を中心として。レインちゃん。姫。何見てるの、レインちゃん。雨が降るかも。雨？どうしよう。傘持ってきてないよ。ああ、雨が降るだ。うん、これから降るみたい。どうしたらこの青空からそんな忌々しいものを連想できるのよ。確かに降るって感じじゃないよな。でも、レインちゃんの雨予報はよく当たるんだよ。何それ、いつも一人だから。いや、実は八島の嗅覚が人並み外れているからとか。犬じゃないんだから。あ、もしかして名前が雨だからとか。名前は関係ないかも。でもさ、変わってる名前だけどなんかかっこいいよな、レインって。姫野さん、ちょっと如月くん知らない？え、如月くん、そういえば朝から見てないかも。俺も今日は見てないかな。なんで私を見るのよ。だってな。うん、彼八島さんにぞっこんじゃない。私は知らないです。そう、困ったわね。彼よくいなくなるわよね。ったく、俺に隠れて何やってんだか。彼が降らせるのかもね。あ、姫、先に帰る。え？あ、レインちゃん。
おいおい、ヤシマも吹けんのかよ。どこかで合い引きでもするんじゃない。不純。目標周辺の守備戦力および快適予想地点を把握の上、吸収部隊を先導して進撃経路を警戒。追撃あるときはこれを逐次阻害し、本体主力黒源までの目標到達を全力で支援。現着予定一蓋丸々、目標への攻撃を開始。作戦終了後、回収部隊に随伴して速やかに帰投。よし。いよいよか。いいよね、女の子が多いと華やかで。どこが？それで早退までしてどこへ行こうっていうの？軍よ、陣を使う。それにサイも。レイン、サイはフロル、何度も言わせないで。私は必ず取り戻す。この力で。はあ、君ほど後ろ向きな子はそうそういないだろうね。それにしてもまた無断で出撃するつもり？僕もう嫌だよ、高城さんの長い説教。すぐ許可が下りるわよ。そろそろ動き出す頃でしょ、彼。予報士にでもなるといいよ。でも結局なかったことにするんだろ。お咎めは免れないじゃないか。それもそうね。お久しぶりです。キサラギか。キサナギはやめてください、隊長。今はケビン・ダイスラーです。そうだったな。こいつに乗るのは久しぶりなんだろう。行けるのか？ずっと箱に乗っていましたからね。驚かされます、こいつには。分かっているとは思うが桁違いだぞ。性能だけじゃない、負担もだ。はい。だがこれを凌駕する箱がいるんだろう。楽しみだな。あのヤーデ隊がたった一気にやられたんですよ。イルクナー隊長の腕は重々承知しておりますが。俺が負けるとでも？いえ、決してそうではありません。ただ死なないでください。何のためにこの大部隊を引き連れてきたと思っている？来たか。おい、ジョーちゃん、頼まれていたやつはまだ終わっちゃいねえぜ。ありがとう、構わないわ。また今度お願いします。こいつはまだ整備中で。おい、おい、ああ、せめてスーツぐらい着やがるってんで。赤林、はい。よく聞け。前衛の降下部隊は陽動だ。
第3、第4中隊を目黒方面に迂回させつつ台場に急行させろ。敵の攻撃目標は中央交換局にある。何としても死守しろ。了解。第3、第4中隊は目黒方面より接敵を避け台場へ急行。品川方面を闘神中の敵視力を補足殲滅せよ。繰り返す。第3、第4中隊は第4中隊ジンが一気出撃しています。搭乗者はおそらくメインちゃん、八島二等兵です。八島38号機速やかに現在に帰投せよ。繰り返す。速やかに現在に帰投せよ。38号機応答せよ。もう乗っているのはレインちゃんなんでしょ。応答してレインちゃん。貴様、自分が何をしているのか分かっているのか。貴様のしていることは明らかな軍規違反だぞ。陣の無断使用、敵戦での独断行動および公明罪だ。ただでは済まさん。こりゃ無駄だな。変えればいいんでしょ全部。この程度か。機動力もない、パイロットに応用性もない。よく今日まで生き残れたな。貴様もだ、ダイスラー。猿どもの毒気に当てられたか。僕だってセブンスの戦士です。そんなもの、なんでも無茶が過ぎるんじゃないの。追いつかれそうだよ。すごいね、あれ。それともレインより上手なだけかな。あ、また近づかれた。捕まっちゃうかも。サイヤ使う。消すの。違う、フラル早く。どうなっても知らないよ。やりましたね。これで任務は終わ。よし、各員搭乗機を点検。損害の大きいものは回収部隊と合流しろ。動けるやつは俺に続け。このまま一気に落とす。隊長、話が違います。任務はこれで完了したはずです。ダイスラー、口を慎め。この作戦俺に一任されているんだ。しかしリクラー隊長、急接近してくる自衛案。あんただカザワ。こいつか、こいつがそうなのか。隊長、チどうぞ。
畜生、こいつが、こいつが、うかつだぞ、キサラギ。次は彼。あ？なんでもない。そうね。今日はいい天気ね。